美味しいビールいかがですか。中間さんは一番搾り飲んだことありますか。ビールは普段は特にこれっていうのは決めてないんですけど、うん、一番搾りは最近周りの人たちがすっごく飲んでますよ。いや周りの人はいいから中間さんに飲んでいただきたいんですよ。すっごい美味しい。さあみんなで美味しいビールへ、新一番搾り。幸せですな。すごい幸せ。そうです、堤さんとあの CM 初めてあの共演させていただいて、まあ、今日は一番搾りを飲むということと堤さんに会えるということですごく楽しみに来たんですけど、あのとっても楽しい時間であっという間に終わってしまいました。本当によく CM でも見ますし、また出てらっしゃる、あの出演してらっしゃる方たちがあの大好きな方たちばかりなので、あの CM が流れてるとついつい見てしまうという感じもありますし、周りの人たちも本当によく飲んでいるなという印象はありますね。すごく美味しかったです。とっても飲みやすかったなという印象です。今あの、まあ、育児もありながらこうゆっくりお酒を飲むという時間を取ること自体がちょっと難しいんですけど、あの本当に今日飲んでみてとっても美味しかったのが驚きました。大好きです。20代ぐらいの頃にこう、まあ、一つの作品をスタッフキャストの皆さんで撮って、まあ最後の日にクランクアップっていう日に、あの打ち上げはまた別であるんですけど、その日本当に全ての撮影が終わったっていう時の最後にみんなで乾杯をするんですけど、そういう時にみんなで一緒に飲むビールっていうのはやっぱりとっても美味しいなって感じましたね。つまみ、そら豆とか合うかなと思います。癒しの時間は、まあそうですね、まあ、癒しの時間とか風景というか、まあ、キッチンの方から見るこう、まあ、家族の笑顔というか、まありきたりですけども、そういうものを見るとやっぱり癒されるなという幸せな時間だなっていうふうに思いますね、うん、もちろんです。すっごく飲みやすくて美味しかったですので、私も飲みますし、周りの方たちにもあのたくさん勧めたいと思います。